はい、すいません、ちょっと寝かせてもらっていいですか。いかがですか、10年前の人生。いや、それは、なんて言うんですかね、昔やった絹塚っていうんですか、なんかこう、わからないですけど、振り傷じゃなくて、なんか、昔やったことを全部覚えてて、はい、なんか、これできますよ、あれできますよ、みたいな感じで、ちょっと、やっぱり、昔本当にいっぱいやったので、結構すぐに、だんだんやっていくうちに、スタイルが良くなってきたみたいな感じになってきました。はい、変わんないですもんね、本当にね、10年前でも、そうですね、10年前のスタイリストさんとかも10年スタイルあんま変わらないですね、服が同じサイズですねとか、普通に下着とかズボンとか10年前と10年前から着てるのとかありますけど、あ、そうですか、まあ、あんまり。これ写真集はもうなどのくらい、何冊ぐらい、もう何十冊、13冊ぐらいですね、10冊以上で着てます。でも、まあ、このね、まあ、10年ぶりの水着ビキニっていうことですけども、はいはい、そうなんですよ、やっぱり今こう、ね、名前出すのあれですけども、ももクロさんとか AKB さんとか NMB さんとか、なんかもう皆さん若いじゃないですか、もう20代前半とか、ティーンだったりするじゃないですか、なんかそういう方々と同じ雑誌とかに載っちゃって申し訳ないなと思ってたんですけど、なんかなんていうんですかね、こうおじさん雑誌っていうんですか、おじさん雑誌はすごく受けが良くて、逆にこう自分の娘と同じぐらいのグラビアだと見ていいのかなとか思うから、こうパパッと見て、私とかの30歳ぐらいの体だったら見ていいだろうみたいな感じでよく見れるから、雑誌でおかわりしていいですかって言われて、あ、もう1ページやらせてくださいって同じ雑誌に言われたりとかして、意外にそういうなんかあるんだなっていう、なんていうんですかね、私はまあそういうのはなりたくないんですけど、なんかこう、なんていうんですか、愛人さんとかで、どのぐらいの年齢なんだろうなとか想像して、なるほどみたいな、需要と供給はあるのねと思って、すごい嬉しかったです。愛人になったことあるんですか、誰か。愛人ではないですけど、さすがに大丈夫です。自分で働いてますから。そうですか、はい、で今回のこの、まあ、写真集ですけども、これどこで撮られたの。これハワイで。ハワイで。はい。ちょっとハワイにどうしても行きたいと思って、根本晴美ちゃんっていう子がハワイにいたので、ハワイに行きたいって言って、はい、根本さんと一緒会って。ハワイではでも過去の写真集では撮ったことあるんですか？過去というか、一番最初の写真集も、はい、ハワイだったと思います。はい、いつ頃ですか、時期的には。これ撮ったの、これを撮ったのは3月中旬ぐらいですかね。春休みっぽくて、日本人観光客の家族連れとか学生の方とかがいらして、で、ハワイって夜10時ぐらいまでショッピングモールみたいにやってるんですよね。で、やっぱり朝から撮りますけど、朝の5時ぐらいですけど、やっぱり夕方ぐらいに終わるじゃないですか。太陽が沈んだらだいぶ終わりなので、その後買い物に行って、買い物わーいと思ったら、なんかこの若い人がいっぱいいて、あ、若い人いるなと思ったら、里入さんですよねって言われたんで、違いますって言ったんですよ。そしたら、そうですよね、僕もあなただったらそう言いますって言われたんです。で、意味わかんないと思ったんですけど、でもハワイには日本以上に日本人がすごいいっぱいいて、ちょっと楽しかったです。じゃあ、里入さんにしてる人もいっぱいいたんですよね、多分ね。そう、もういましたし、同じ瓶に、なんかすごい有名なグラビアアイドルさんとかいたりして、私すごいこう久々のハワイだったんで、調子に乗ってハワイって書いたこれなんですで、私すごい恥ずかしいとか思いながら来てったら、そしたらその小汁りさんでしたっけ、なんかそのグラビアアイドルさんだったんですけど、これ本当なんですけど、なんていうんですか、アメリカの国旗の T シャツ着てたんですやっぱ若い子には負けるわと思って、いや私の方がまだまだだなと思って、やっぱあの若さ私にはできないと思って、すごいなと思って。そんなことないですよ、全然。何日ぐらいかけて撮ったんですか。これはでも6日間とか2日間ですね。改めて、まあ、ご自分で見てみて、どうですか、写真。
いや若く見えますよね。これ修正してる？いや修正してない。修正してない。やめてください。修正してないって言われてるんですけど、やっぱ光加減とかなんていうんですかね、やっぱハワイの太陽がそうさせたんでしょうかね。なんか若く見えますよね。無修正なの？無修正ではないと思いますけど。はい。